小原市は広島県の北東部に位置する市である。2021年10月現在において、全国の市町村では13番目の面積を有しており、近畿異性では最も広い。大社区のオス橋小原市中心部周辺の空中写真。1975年3月2日撮影。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。旧東条町中心部周辺の空中写真。1975年4月4日撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。旧最上町中心部周辺の空中写真。1976年11月2日撮影。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成中国山地に位置する小原市は西日本で最も気候が寒冷な地域の一つで市北部は豪雪地帯にも指定されており降雪量が高野の5メートル台をトップに数メートル台に達し時には積雪量が100センチメートルを超えることもある 日本各地で記録的豪雪となった平成18年豪雪の際は2005年12月24日に四北部の高野で1 6 6トルの積雪を観測しておりそれまでの記録を大幅に更新した市南部の小原市街地でも毎年2 0トルの3 0トルの積雪がありスタッドレスタイヤは必須である1月の平均気温は 小原市街地でも東北南部の宮城県の県庁所在地である仙台市よりも低い摂氏0.8度で平年では2から3日の真冬日を記録する。市北部の高野では氷点下低、摂氏0.8度と東北北部の青森県の八戸市に匹敵する低温であり、真冬日は10日前後に達する。高野では1991年2月26日に 観測史上最低の低、摂氏18.5度を観測するなど、放射冷却現象による冷え込みも強い。6月や9月に、摂氏3度以下の霜が降りる気温まで低下したことも、あった。多方急高野町は、中国地方にありながら、艦隊出潤機構に、該当するが、気象庁の観測地点はなく、参考記録に止まっている。 現在の小原市の面積が非常に大きいため、旧小原市の面積も右の通り掲載する。現在の小原市は、新設合併によって発足した自治体であり、これによって従来の小原市は廃止されている。制度上においては、新小原市と旧小原市は全く別の自治体である。勝光さん、東場町地域の石灰鉱山1912年8月。 冴火東吉が事業許可を得ると、1913年4月に小原電機を設立。小原町に発電所を建設し、1914年2月に事業を開始した。供給区域は、日馬群小原町、山内東村、西条町、高村。1918年12月、広島呉電力に合併される。 県立広島大学小原キャンパス、すべて、小原市立。すべて、小原市立。休校中の学校は除く。旧小原市旧最上町、旧東条町その他の地区ビンゴ小原駅市内、近郊路線都市間高速路線高速道路、一般国道県道市内を通過する。道々の駅旧街道公園家庭で作ったワニの、 刺身級小原市以外の出身者の出身長は、カッコ内に記載。ありがとうございます。